こんにちは、貝柱です。ということで、昨日の予告通り、不幸な子供、エドワード・ゴーリー作。昨日の動画ではこのおぞましい2人をね、紹介していると思います。これもね、とんでもなく後味の悪い、不快感抜群、露悪的な素晴らしい傑作の絵本だと思います。続いてこちらですよ。同じくエドワード・ゴーリーで、同じく翻訳してくれてるのが柴田元幸さん、ありがとうございます。同じように巻末には柴田さんの解説もね、これもついております。めちゃくちゃこれも後味悪い。僕感覚的にですけど、後味の悪さで言ったらこっちだな。不幸な子供、あ、これも直球だよね。お話が本当に不幸な子供の話。ただただ女の子、主人公の女の子がいて、この子がどん底に落ちていくまでというか、書かれるんですけど、特にまあラストですよね。まあこの動画ではネタバレしませんけど、そのラストのところは。やりきれないとか、目を伏せたくなるというか、ピャーピャーあぶらら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 らあの、どうしようもない徹底した、まあこれはもうバッドエンドと言っていいんじゃないですかね。で、絵本ですから、やはり同じようにね、余白が広めに取られていますよ。だから感じ方人それぞれで、ね、こういうすごい闇深い、ね、絶望的な絵本だけれども、そこから汲み取れる何か希望とかはあるかもしれないよね、人によってはね。そういうのがやっぱり本の面白いところですよね。うん、僕はないけどちなみに僕は汲み取れる希望は一切なかったけれどあの、一つ言えることは、あの、今生かしてもらってありがとう世界ぐらいの感じ。それで言ったら日本に産んでくれてありがとうぐらいの毎度ね、あの、貧相な感性でやらせてもらってます。こんにちは、貝柱です。まあすごい凄まじく、あの、興味深いお話です。主人公の女の子、シャーロット・ソフィアちゃんという女の子でですね、すごく愛を受けて育った家庭であると。あの、金持ちのご家庭で育って、気に入ってる人形とかも持ってて、これにホーテンスって名前つけて可愛がってるね。ホーテンス、ホーテンス、大事にしてる。そんなある日、お父さん、あの、軍隊の大佐さんやってるんですけれどもね、出張に行くんですよ、アフリカの方に。お前ちょっとアフリカ行ってこいって言われて、で、そこで亡くなっちゃうんです。お父さん、お父様殺されてしまったそうですよって、もう知らせが来て、そんな、もうお母さんがもう大ショックでさ、スネ夫のママみたいなお母さんがもうやつれていって、もうあって、お母さんもそのままポックリボーンと極楽浄土に打ち上がっていっちゃうわけですね。お母さんも、まあ、極楽かは知りませんけどね、お父さんとお母さんが亡くなっちゃったと。さらにたった一人残された血のつながったおじちゃんもいたんだけど、その人もなんかある日急に上からレンガがボボンゴボンって落ちてきて、それにぶち当たってもうカーッて頭を潰れて亡くなってしまう、ね、脳天を砕かれて亡くなってしまうと。その後シャーロット寄宿学校に入れられるんです。ここでの生活がスタートするんですけど、まあここでもね、ひどい扱いを受けるんですよね。そこにいる生徒および先生から毎日のように嫌がらせされるんですよね。この本に載ってる一つちょっと引用させてもらいますけど、この本のこういうような感じです。わかる？先生、なんかもうなんか、わ、どういう嫌がらせなんだっていうことですけど、伸び廊下に立っとけのレベル100みたいなことさせられてるんですよ。足の長い椅子にの上に立たされて、その上で万歳の姿勢で本を持たされてるって、この、ね、鬼畜の所業みたいなことで、大事にしてたこのホーテンスってね、名前つけた人形も他の生徒たちに八つ咲きにされてしまったと書いてるんですよ。八つ咲きにされたってなかなか見ないですけどね絵本に八つ咲きって表現でも書いてんす、ホーテンスに書いてんす。いっぱいやらされるからさ、もう日頃から昼間とかも隠れてこそこそ生きて、もうみんなに見つからないように、で、夜とかももうガン泣きだよね、泣きながら寝てみたいな。もう嫌になってこの寄宿学校逃げ出すんですよ。タロット、もうだ無理って言って、この外壁をこう捕まってよいしょ、ね、外に逃げ出すんですけれども、さあっていうお話、あれですよ、ここから「大丈夫か君」みたいな、ないからね、なんか助けてくれる王子様が現れて、ね、大逆転だ、ない。この後もシャーロットのね行く末に待ち受けているのは
苦難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 。さあそして最後に、そんな大打撃ですよ。そのやっぱりこのエドワード・ゴーリーさんの絵ですよね。線が細くてその異常にこう描き込まれたような、おぞましい2人でも語りましたけれども、虚無感っていうか後輩感とか、 なんだかこの自分まで脱力してしまう、力が抜けるっていうかさ、この生きる気力を吸われていく感じ、あのライフポイントがこうピュ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 ってこう吸われていく状態以上、毒を盛られたようなさ、そういう印象を受けるというか、やっぱすごい絵なんだよ。そういうところでも言うとさ、影響を与えてくるっていうかさ、自分の体調に。でさらに興味深いのがね、この絵さ、僕読んでる間は気づかなかったんですけれどもね、こういうの自分で気づきたかったけど気づけなかったんだけど、あんね、不幸な子供の物語の中のこの挿絵の中に、全部にだよ、とあるものが書かれてるんですよ。なんだと思います？あんね、小さな怪物が書かれてるの。柴田さんの解説で知ったんだけど、僕なんか全部のページに小さい怪物が描かれてると。ね、暗い背景の中、どのコマにも必ず小さな怪物の姿が盛り込まれている。この不気味な怪物が作品全体の雰囲気を決定していると。そういう風な解説がこの巻末にあって、え、そうなんつって気づけなかったもんでね、はい、え、そうなんつって見たら確かにいるんです。どのコマにも小さい怪物、黒塗りの、なんだろうね、トカゲのような、初めはね、初めのページでは分かりづらく手だけとか尻尾だけとか書かれてるんですよ。でももうその後からはあからさまに、だからウォーリーを探せですよね、みたいな感じで、よく見たらいるのよ。さっきほら、先生と生徒にひどいことをさせられてるって、足の長い椅子に立たされてるってね、シャーロットがって時にも、この椅子のところにいるでしょ、わかる？こういうのがどのページにも染まれてるの。で、時折姿が違うように見えるんだよな。うん、姿を変えてるように見えるから、だから概念的な存在なんでしょうね。それこそこの絵本の印象を決定づけるって書いてたけど、そういう不気味な象徴的な、不幸というかの象徴なんでしょうね、うん、ビッグバードみたいなやつもいるよ、だってビッグバード、そういうのも探してみる、見て楽しむっていうのもいいかもしれないですね。本当におぞましい絵。いやもうマジラスト見たくない、これ怖い、もうなんか分かってるけど見たくないわラスト。本当に徹底的に救いのない絵本、逆にすがすがしいくらいの。ちょっとエドワード・ゴーリーハマってきたな。全部買ってみようかな。本どうですか、みんな興味ありますか？あったらその都度紹介しようかなと。で、絵本系って、その僕電子書籍派なんですけど、基本的には絵本って電子書籍になくて、大体の場合エドワード・ゴーリーも例に漏れずなんですけど、なんだろう、おぞましいけど不思議な魅力の絵っていうか、まあ、飾り出すとこれを部屋に飾り出すと表紙が見えるように、このサブカルクソ野郎まっしぐら、イキリサブカルまっしぐらになりそうな予感がするから、うん、コレクションはしたくないけど失礼別に飾ってる人を悪く言うつもりはない、ただ僕の部屋には多分合わないんで、エドワード・ゴーリーは、うん、パッとこう 見えるように飾っちゃうと、そうだな、違うから、読んでも飾らずに本棚の奥にこうしまっとくような感じになると思いますけど、うん、でもまあ魅力的ですよね。不思議だよね、こんなにこのダークな印象深い絵なのに惹かれてしまう。やっぱなんか闇に惹かれる部分ってあるじゃないですか、なんとなく。キラキラしたさ世界もいいけど、こういうアングラなというか、あれですよね、だからこれがいわゆる深淵を覗いてるとくとき、お前も深淵から覗かれてるんやでみたいなみたいなことだよね。そういう不思議な魅力ってそういうところにありますよ。見ちゃいけないけど見ちゃうっていうか、こう人っていうのはこう禁止されたものもをやりたくなる、それの初期がこれなのかもしれません。はいはいとか言って違います。はい、お疲れ様です。はい、そういうことでした。じゃあ2夜連続エドワード・ゴーリー回でございました。
またやるかもしれません。じゃあよろしくお願いします。貝柱です。バイバイ。